オートバックスでお買い物と言ってもガチな車用品ではございません。何を買ったかってご覧いただきましょう。一緒に購入したプルバックカー、大きさがトミカの箱に似ている。そして目的の品です、カーボン定規。なぜこれを買ったかというと、ニコ生の宝トミーチャンネルでトミカ担当の方がカーボン定規を使ってトミカの箱を開封していたからです。というわけで、常に箱を開封しやすい道具を探している私は早速購入して試してみることにしました。お値段は1645円でした。軽くて強い素材カーボン、トミカの箱を開けるのに車に近しい素材を使った定規を使うなんてさすがです。トミカの方のがこれと同じものかは分かりません。キラキラ光る特殊印刷のようでもあります。薄いけど振ってもペラペラしません。まあこの硬いのはコーティングのおかげなのかな。2枚の板が合わさってる感じ、どこまでがコーティングなのかわからない。箱を開けるにはある程度幅があって薄くて硬い素材がいいです。手触りはツルツルと言ってもコーティングだと思いますが、軽い、実際に箱を開封してみましょう。おう、まあこの辺は一度開けてるから開けやすいですよね。たまに強烈に開けにくいのあるんですよね。がっつり食い込んじゃってるやつ。これは初めて開けるやつだけど、どうだろう。簡単に開いちゃった。逆も開けてみます。開いちゃった。まあこれらを箱の大きさと気分転換で変える感じかな。